今回の文書問題につきまして、5月7日の懲戒処分に至るまでの経緯、それから広域通報との関係性について、先日来ご質問が来ておりました。で、私の方からの時系列的に経緯を整理して、ご説明をさせていただきたいということを申し上げておりまして、それを本日、ご説明させていただきたいというふうに考えています。今回の文書問題につきまして、元西播磨県民局長が文書を作成配布した文書を入手してから5月7日の私が把握してから5月の7日の処分に至るまでの経緯などについてご説明いたします。まずお手元の1枚目ですね、文書問題に関する経緯についてです。まず3月の12日です。当該文書は元西播磨県民局長により斉藤元彦兵庫県知事の違法行為等について括弧令和6年3月12日現在というタイトルで作成され、3月12日にマスコミ県議会等に作成されたというふうにされております。送付されたというふうにされております。そして3月の20日水曜日ですね、私自身は当該文書の直接の配布は受けていませんが、当該文書を入手した知人、これは民間の方ですけれども、から情報提供いただきまして、3月の20日に私自身が初めてこの当該文書を把握したということです。内容を確認すると、私自身に関する多くの記載がありましたが、文書に書かれた当事者としても事実と異なる記載が多々あるということ、そして文書の中には職員の個人名、実名ですね、であったり、企業団体の名称も多数含まれております。放置しておくと多方面に著しい不利益が及ぼされる内容であるというふうに認識をしました。そしてなので3月の21日木曜日ですね、に片山副知事と幹部職員と文書についての情報共有をしまして、その際しっかり本件文書には個人名、実名、職員の個人名だったりとか企業の団体の名称が記載されてますので、しっかりと調査対応するようにということを私から指示をいたしました。その際に記載内容から元西播磨県民局長が作成に関わっている可能性が高いとの意見がありました。そして3月の23日に当時の3月の21その後ですね、3月の21日になりますけれども、当時の総務部長が元西播磨県民局長の公用メールの調査を人事課に指示をしまして、調査の結果当該文書の古紙と思われるものを発見したということで、それが3月の23日に私に報告されたということです。そして片山副知事等からですね、さらなる調査が必要であり本人を事情聴取する必要性を進言指摘されましたので、私としては了承をさせていただきました。そして3月の25日ですけども、元西播磨県民局長の事情聴取の結果報告を受けたのが3月の25日になります。同日の午前中に片山副知事が西播磨県民局に赴きまして、本人への事情聴取等を行うとともに、元西播磨県民局長の公用 PC を公用パソコンを引き上げまして、調べた結果本件文書のデータ、そして顔写真のデータなど4つの懲戒処分事由ですね、具体的には本件文書を作成配布する行為、そして人事データの専用端末の不正利用、それから職務専念義務の違反行為、さらにはハラスメント行為、この4つの懲戒処分事由に該当する可能性のある資料等を一見して分かるデスクトップ上のフォルダーから発見したということです。そして2点目に、5月25日の午後に、元西播磨県民局長が、資料にもありますけれども、一人で噂話を集めて、当該文書を作成し、配布したということを認めたということですね。この2点について、片山副知事等から報告を受けたということになっています。で、報告を受けた際、片山副知事から、元西播磨県民局長の行為は、懲戒事由に該当すると考えられるため、
退職を保留するということ、そして、元局長を県民局長から総務部付の部長級に移動するということが提案されまして、私もその意見に同意了承し、手続きを進めるように、了承したということになります。なお、その時点で県民局長は定年引き上げにより定年が60歳ではなく61歳というようになっておりました。60歳の時点で退職願いを提出されておりましたが、それを保留とさせていただいたということです。懲戒処分に該当すると考えられる行為が明らかとなったということでございます。ですので、県民局長の地位に留めておくことはふさわしくないということから、県民局長、これは部長級で行政職でいうと10級、当時になります。そこから、総務部付きのこれも部長級、行政職でいうと10級、当時になりますけれども、そこに人事異動をさせていただくということにしたものです。その後4月1日に、班長級、これは行政職6級、これは4月1日以降は制度変更で5級ということになりますが、これは定年引き上げに伴って設けられた役職定年制度の適用によるというものでございます。そして3月の27日です、に、元西有馬県民局長を先ほど申し上げました通り部長級の総務部付とする人事異動を発令いたしました。この人事異動については人事課から同日記者発表し、本人がふさわしくない行為を認めたため県民局長としての任意を問うた旨説明したというふうに聞いております。その後定例会見で私からも説明をいたしましたが、3月27日の会見におきまして、嘘800を含めて文書を作って流す行為は公務員としては失格という強い表現をしたことについては反省をしております。私がこのような強い表現をした理由としては、まず一つ目として、私自身について書かれたことに事実と異なることがあるということ、そして職員の実名や企業名、団体名、地方自治体名などがいずれも実名などでなされておりまして、事実と異なる記載が多々あるということでした。でかつ、その内容が真実であるということを裏付ける資料や供述内容も示されていなかったということです。そして、西有馬県民局長自身も文書の作成配布を事実と認めた上で、記載や内容については噂話を集めて作成したということです。多くの皆さん、職員の皆さんが日々含めてですね、多くの職員の皆さんや民間の皆さんが日々業務等に取り組んでおられる中で、県の幹部職員がこのような資料を配布、作成配布したことについて、大変残念な思いが正直あったということが背景にございます。そして4月の4日です。3月27日の会見の後、4月の4日に元西有馬県民局長が兵庫県職員公益通報制度に基づく公益通報相談窓口にも通報され、その旨が本人からマスコミ宛てに文書として配布されたというふうに聞いています。なお、兵庫県の県職員公益通報制度は通報者、そして通報内容の秘密が守られた中で調査が行われます。そのため通報がなされたか否かという情報であったり、どういった内容がされたかということを含めて、その通報に関する情報は通報窓口である財務部が管理するということになってまして、それを他部局と情報を共有するという設計にはなっていないということでございます。そして4月の30日になります。人事課から当該文書に記載されている7つの項目すべてにおいて、記載内容の革新的な部分が事実でないと認定できるということ、そして2つ目として、本件文書を作成配布する行為、そして人事データ専用端末の不正利用、さらには職務専念義務違反行為、そしてハラスメント行為の4つの行為が懲戒事由に該当するということ、それを踏まえまして処分量刑を
停職3ヶ月とすることが想定相当であるという3つの報告を受けました。5月の2日に、なりますけれども、処分の妥当性を検討する内部会議である後期委員会を開催し、処分が妥当だという意見を受けております。私としても処分案は以上を踏まえまして、私としても処分案は妥当し、同日私が処分を決裁をいたしました。そして5月の7日に懲戒処分を本人に告知を当て告知し、その後人事課より記者発表させていただいているということです。なお停職処分の場合には、退職金の不支給であったりとか減額措置はなされません。以上が3月12日から懲戒処分が行われた5月7日までの事実経緯に関する私の認識でございます。そしてもう1点が公益通報との関係性です。2枚目の資料になりますけども、これまで記者や県民の皆さんから、当該事案は公益通報に当たるのではないか、公益通報に該当するため通報者は保護されるべきであり懲戒処分は不当だという趣旨のご意見を多数いただいております。公益通報との関係性や認識についても改めてご説明をさせていただきます。まずこの資料で、私から見て右側の資料ですけども、前提として公益通報は公益通報者保護法という法律で定められています。その法の趣旨に即しまして、県独自の事業者内部の通報制度として兵庫県職員公益通報制度を独自に整備をしております。公益通報として取り扱う通報対象事案事実については、公益通報者保護法は国民の生命身体財産その他利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為等というふうになっておりまして、列挙された法律に該当する行為のみというふうになっております。一方で県の職員公益通報制度は、法令違反の事実、そして職務上の義務違反、その他県民の信頼を損なう恐れのある行為を事実を対象としておりまして、幅広い事案についての通報が可能となっております。通報者の法要件にも違いがございます。公益通報者保護法において事業者内部への通報の場合はですね、この資料で見ますと、左側になりますけれども、公益通報保護法において事業者内部への通報の場合は、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを資料することのみがとなっておりまして、そのように資料したことに相当の根拠があるということは求められてはいません。一方で外部通報の場合にはですね、通報対象事案が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当な理由があることが要件になります。信ずるに足りる相当な理由があるかどうかというものは、ここにも書いてますけども、内閣府の、消費者庁のハンドブックですけども、信ずるに足りる相当な理由があるというかどうかというものは、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠、そして関係者による信用性の高い供述など相当な証拠が必要とされるというふうにされます。もう繰り返します。信ずるに至る相当な理由があるかどうかは、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠、関係者による信用性の高い供述など相当の根拠が必要というふうにされております。元西播磨県民局長は3月の12日に当該文書を報道機関を含めた県庁外部の方に送付をされたとされています。その行為が公益通報保護法における外部通報、その他の外部事業者外部への通報にあたり、通報者への不利益な取り扱いは禁止されるはずだというご指摘もいただいております。繰り返しになりますけれども、報道機関への文書配布が外部通報にあたって不利益な取り扱いが禁止されるかどうかについては、通報対象となっている事実が
公益通報者保護法等で定められた法律に違反する犯罪行為に該当する具体的な事実が記載されているということ、そしてその事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由があるということが必要となります。しかしながら、配布されました文書に記載されている内容の大半は、公益通報者保護法等で定められた法律に違反する犯罪行為に関するものではないということです。通報された内容が生じていると信じたことについても、元局長は3月25日において、こちらにありますけれども、文書は噂話を集めて作成したものであるというふうに説明しております。また真実であることを裏付ける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しないというふうに報告を受けていました。その後、合計6回にわたりまして人事当局が事情聴取を行っていますが、その説明が変更されることはなかったということも報告を受けています。こうした状況から信ずるに足りる相当の理由が存在したというのは認められず、法律上保護される外部通報に当たらないというふうに認識をしております。なお3月の県民局長から総務部付きの人事異動の部長級の人事異動の時点では外部通報に当たらないとする法的な見解までは有していませんでしたが、元西有馬県民局長は3月25日においてこちらですけれども、文書は噂話を集めて作成したものであると説明しております。また真実であることを裏付ける証拠、関係者による信用性の高い供述などが存在することは説明されていませんでしたので、外部通報として保護されないことを示す事実、すなわち信ずるに足りる相当の理由が存在しないということを示す事実は入手していたということになります。よって人事異動や懲戒処分に問題はなかったというふうに考えております。で次に兵庫県職員公益通報制度との関係性です。元西有馬県民局長は4月4日に兵庫県の職員公益通報制度の相談窓口に通報されたことを公表しています。公益通報は事業者内部への通報の場合、通報対象事実が生じまたはまさに生じようとしていると資料することをもって法要件と見出すため、今回のケースに当てはめても通報者は保護されるようにはなっています。しかしながら元局長は3月12日時点で事実と異なる内容を記載した当該文書を報道機関や県議会等に送付をしています。後から公益通報の手続きを取ったとしても、それ以前に行われた文書の配布行為が遡って公益通報として保護されることになって懲戒処分を逃れることにはならないというふうに認識しております。公益通報制度における通報者の保護の趣旨は、通報したことによって不利益を生じさせてはならないというものです。今回は通報した行為ではなく、通報以前に行われていた文書の作成配布行為を非行為として、当該行為を含む4つの非行為を認定し、懲戒処分を行ったものであります。その点からも問題はないというふうに考えております。これまで申し上げました通り、公益通報制度の関係から見ても、公益通報として保護されるための要件が満たされていないことから、今回の対応に問題はなかったというふうに私としては考えております。私からの説明は以上です。詳細は調査内容に関することですけれども、先ほど申し上げました通り、今回の作成配布された文書の骨子と思われるものがこの公用メールの中でやり取りがされてたということですね。で具体的には元局長の公用メール宛てに、プライベートで使われている携帯からその骨子なるものが送られてたということが発見できたというふうに聞いています。Thank you.
認する前の段階でその名簿を確認できるしでは。あ、そうですね。あの公用メールにつきましては、送受信記録を調べるにあたって合理的な理由が存在すると考えるならば、そこを調べるということは可能です。あの結局自身が自分の使用者を公用にアドレスに送っていたものですと伺っています。会の事業調査を実施したとのことですが、それはすべて副知事が行う。そこは副知事、1回目の3月25日は副知事だと思いますけども、まあ、それ以降についてはおそらく人事局長であったりとか、まあ、人事課長を含めたあの人事課の担当者が中心だったというふうに考えています。いずれも弁護士がどうしてますか。そこはちょっと私は承知してません。この懲戒処分までの間にっていうことで3月25日からその間にまたその国会というのが合意だと。はい、あの3月25日から5月7日までの間だというふうに伺っています。あとすみません、細かいことなんですが、3月21日の時点で対応を協議した際に、まあ、この文書がもしかしたらその可能性があるという意見があったと思うんですが、それはまたどういったことに基づいてとか、まあ、最終的にそうであったわけですけども、そうですね、あの私が記憶しているのはその時、片山副知事はじめ幹部職員から2点ありまして、1点目がやはりあのその令和6年の2月に県民局長メッセージという形であの県政の在り方を、まあ、疑問というような内容が書かれてましたということです。もう1点があの文書の内容から県の人事に精通している方が作成されたと推測されるということでした。まあ、例えばそれまでの人事のルール無視でトントン拍子に昇進とかですね、まあ、あとはあの、まあ、様々な観点から人事のやはりこう精通される方がやったんではないかということから、あの元西有馬県民局長さんがもしかしたらその文書を作成した可能性がある高いんじゃないかというふうにその時説明を受けました。その時の梅木氏の方です。お願いします。まずこの一連の経緯の中で、内部調査、県としてのその人事局としての内部調査のスタートはこれは21日と考えていますか。そうですね。21日からと考えていただきます。あの公用メールの確認調査というものを当時の総務部長が人事課に指示したのが21日という形になります。これは当然当時も知事もやり取りされているので、まあ、知事としても、まあ、その21日調査開始ということで一応 OK というか、あの了承されたというか、あの、21日に片山副知事が幹部職員と対応を協議して私からその時に、まあ、しっかり調査するようにということを指示させていただいて、後のやり取りやり方というのは片山副知事はじめとする方々に、まあ、あの一任をしていたということで記憶しています。今回の文書が報道機関に配布されたということなんですけど、これはその3月20日の文書を発布された時に報道機関に配布されたことも含めて確か文書の中に報道機関等にもあの配布してますと書いてたと思いますし、まあ、そこも含めてあの、まあ、報道機関や県警でしたっけ、それから県議会は、ね、確かそこで書いてた、まあ、あの要は報道機関含めて配布されている可能性があるんだということは文書上は把握してました。これ、ね、実際に3月12日に、まあ、報道機関等に文書が配布されて、この時点ではあの、まあ、その後の調査では先ほどおっしゃったみたいに今回はすぐに上がらないという結論になっていると思うんですけども、3月の20日ですか、この文書を把握された段階で、この内容がその公益通報や外部通報に当たるとみなしていたわけです。そこはどうでしょうか。そこまではあの見なしてなかったと思います。まあ、やはり、まあ、パッと見たときに
事実でないことが多々含まれる文書であるということ、そして一つ一つの内容について例えば具体的なこう誰からこう具体的に聞いたということはない文書だなというのは認識してましたけど、広域通報かどうかというところまでは具体的には認識はしなかったというふうに考えています。それは認識してないというのはその外部通報に当たるかどうかということを検討しなかったのか、検討した上で外部通報に当たらないと考えたのか、まあ、そこまでいろんなその通報的なあり方となるというのは当然分かってましたけど、ただこれが当時ですね、広域通報に具体的に該当するとまでの判断をこの3月の20日等の時点でしてたということはそこまでではないです。つまり、外部通報に当たるかどうかという検討はされたけども外部通報には当たらないという、判断で内部調査を進めそこまでではないですね。外部通報に当たらないとか当たるとかっていう法的な見解までは、その時点ではそこまではなかったと思います。ただやはり真実相当性が相当ない文書が配布されているということは信じるに足りる理由が私自身が当事者として、見たとか、それから添付されている資料にも特に内容も含めて、例えば私が商工会議所でこういうことを言ったというのも、例えば商工会の誰かから聞いたとかっていう裏付けとかですね、そういった供述内容が一切書かれてないものでしたので、そういった意味で真実に至るに相当の理由がない資料であるということは認識してました。今のお話からちょっと厳密にその外部通報に当たるかどうか、3月の20日の段階でその検討されたわけではないということだと思うんですけど、であれば知事ご自身が今回の件はその疑惑の対象になっているわけで、知事ご自身でこれは事実じゃないとお考えになっても、それが客観的な事実はその時点では言えないと思うんですけども、だから本来はそこで、今いろいろ指摘をされてますけども、本来はそこで内部調査をする前に、外部通報を捉えて、公益者通貨への保護法に基づいて、その告発者である元県民局長を保護すべきじゃないかというのが一つ批判の一つだと思うんですけども、そこはどう考えますか。3月の20日で把握した当時は外部通報を含めた広域通報の法的な詳細な見解までは有してなかったと思いますけども、その後やはり内容はそのものがですね、やっぱり先ほど申し上げた通り私自身が当事者として事実でないということ、そして客観的な裏付けとなる証拠とか供述がないということから、もう信じるに至る相当の理由が存在しないないという文書だということは分かって認識してました、ね、だからその後に調査をさせていただいて、そして3月5日に県民局長に事情聴取をしたところ、これは本人も作成配布を認めたということ、それからここがポイントなんですけども、文書の内容は噂話を作成して集めて作成したということを本人が供述されてますので、この時点でやはり外部通報として保護されるというふうな信じるに至る相当の理由は存在しないということが、そこまでその法的な見解まで私が詳細を詰めたわけではないですけども、この時点で外部通報として保護されないということを示す事実ですね、信じるに足りない、足りる相当の理由が存在しないということの事実は私としては入手したということになっています。ただ今おっしゃってるのはあくまでも人事課としての、その内部調査を経ていろいろ元県民局長の事情聴取とかも経た上で、そういう噂話があるとか、そういうお話が出てきて真実相当性がないというご判断になったんだと思うんですけども、3月20日の段階ではさっき知事もおっしゃってたように、そこは厳密に外部通報に当たるかどうかというその厳密な法的な検討までは当時はされてなかったということですかね。3月の20日まではそこまで具体的な検討はできない形で、ただここにこっちも書いてます通り噂話や伝聞等ではなくということと、真実を裏付ける証拠、それから関係者による信憑性の高い供述ですね、この後者の方は明らかにその文書には書かれてなかったですよね。例
えばある方が亡くなったっていうことと、それを本当に真実だと示すような例えば診断書であったりとか、また私が先ほど言ったときに商工会で政治的な活動をしたという、それを証言する例えば会の会長さんの証言とか、そういうものは一つ一つなかったので、やっぱそこは真実に至るっていう相当の理由が、私がこの3月20日に把握した時点で相当の根拠がない資料だというふうに結果としては把握しています。つまり3月20日の段階ではそこまで厳密にその検討はしてなかったけども、振り返ってみても、今おっしゃっているように、真実相当性がないと見なせる文書だから、この今回の対話は問題なかったと。そうですね。そういうことですね。はい、分かりました。で、ちょっとそれは一旦おかせてもらうとして、さっき の, その外部通報の話で、やはりこれはどこかでともいろんな見方があると思うんですけども、仮にその外部通報に当たる可能性があるとすればですね、こちらにいろいろ取材したりとか、法律の読み込みとかもした上で、可能性、あくまで可能性の話ですけども、4点ほどその保護法に違反する可能性があると思うんです。1つ目は、やはりその、この調査、内部調査をしたことですね。内部調査をして、事情調査、聴取をしたりとか、公用パソコンを調べたりとか、メールの調査もそうですけど、つまりこれが保護法が禁じる通報者の探索、要は犯人探しを禁じる条文に、違反してるんじゃないかなと思うんですけど、その辺について問題ないと思いました。そうですね、そこは先ほど申し上げた通り、外部通報に当たらないというする法的な明確な見解までは有してなかったんですけど、先ほど申し上げた通り、やはり私も含めてですね、裏付ける資料、それから信用性の高い供述などが文書の中に書かれてなかったということがありますので、であればやはりこれが最初にも申し上げましたけど、やはり個人名であったりとか団体名、企業名、実名が書かれて、そこが違法性があるということが各所にやっぱり配布されているということは、甚大な大きな影響が出るということが容易に想定されましたので、私はそこはやはり真実相当性がないということで、やはりきちっと調査をするようにということを指示して、21日から調査をしてもらったということは適切だったというふうに考えています。すみません、これも一応確認でお伺いするんですけど、同様のご主張かと思うんですけども、その不利益処分というところでいうと、一つはその県民局長を解任したということと、もう一つはその懲戒処分を下したということがあるんですけど、これについても、同様にその違法ではなくて違法だと。そうですね、3月の27日の退職を保留したということとか、人事異動としたということですけど、これはまず人事異動については、同じ部長級の19から19への人事異動ですから、これは降格処分ではないということですね。そしてその後適正な手続きを経て、懲戒で停職3ヶ月にさせていただきました。停職処分ですので、もちろん退職金の減額や不支給などもしてないと。それから5月7日の、懲戒処分については、これはやはり先ほどの話になりますけれども、3月25日の県民局長の事情聴取で、これは噂話を集めて作成したということ、それから内容についても具体的な供述や証拠が出ているということから、本件文書について、いわゆる公儀通報方法で保護される要件は満たしないというふうに確認しました。それとここで言っていますとおり、本件の文書作成配布以外のデータ端末の不正利用であったり、職責免疑違反ということで、指摘文書の作成とか、あとハラスメント行為と、この4つの非行為を合わせて懲戒処分をさせていただいたということで、この対応としては適正だったというふうに考えています。もう一点は、これも合法の中の体制義務違反という、その4月4日に内部通報されているかと思うんですけれども、その段階では内部通報としては内部通報の話を覚えているかと思うんですけど、でこれが直ちに今回の件に適用されるかどうかは、これも意見見方が分かれるかもしれないんですけど、その保護法の中ではその知事とかその組織の長からのですね、その独立性の確保とか、利益相反の排除ということが行われていまして、だからそういうその法の趣旨とか理念からすると、その内部通報がなされた後もその人事課の調査をそのまま継続されて処分に進むのと、これもやはりその法の趣旨からすると法の趣旨に反しているではないのかなとは思うんですけど、この辺はいかがでしょうか。
まず4月4日に内部通報がされたということ、これはまあご本人が報道機関に資料を配布してますけど、先ほど申し上げました通り、厳密に制度上言いますと、どのようなものが通報されたかされてないか、内容については所管する財務部から関係部局には共有されないという仕組みになっているということもまず事実としてあります。その上で、今回の対応については、これは弁護士もおっしゃってました通り、今日も言いましたけど、やはりまず3月25日の時点でマスコミ等の外部に配布されたものではあるけれども、やはりこのちょっと繰り返しになりますけど、噂話を集めたとで作成したということと、供述や具体的な証拠がないということなどから、やはり広域通報法の信ずるに足りる相当の理由がないということで、調査そして、をしてきたということです。で、今回は通報した行為に対する処分ではなくて、通報以前に行われた文書の作成配布行為を非行為として、それとそれ以外の3つの非行為を含む4つの非行為を認定して懲戒処分を行ったということですから、ここに問題はなかったというふうに考えています。すみません、なんかあと最後に言ってるだけで、ちょっと少しは疑問として残るのは、3月20日に文書が把握されて、そこではまだ調査をされてない段階であるにもかかわらず、知事とか幹部の方もですね、ある意味主観といいますか、これは事実じゃないんじゃないかというそのご意見をもとに、その外部通報である可能性を排除して、内部調査について進んでいったというふうに見えるんですけども、そこについて一定の、全面的に問題はないにしても、一定の問題があったとか、反省点とか、そういったことはありませんでしょうか。特にそこは適正にあったというふうに考えています。やはりこれは文書の内容に、私自身が当事者として書かれていることが事実と異なることが多々あったことですし、あとは個人名とか企業の団体名も本当に実名で、これは私以外の一般職の方も書かれてました。で、これがやはり放置しておくと多方面に著しい不利益が生じる内容であるという、私自身は本当に強く認識をしたということです。ですから次の日にこれをしっかり調査するようにということを対応し指示しています。で、しかも内容について、当時確かに広域通報の外部通報に当たるかどうかというまでの法的な見解までは確かに確認はしてなかったですけど、内容を見ますとやっぱり明らかに、証拠であったりとか供述する、誰がこう言ったのか、どこでこうあったのかということを具体的に誰が言ってた、どこで聞いたかというのを書いてなかったので、これはやはり信ずるに足る相当の理由がないということを、私はもう文書を把握した時点でやっぱり感じてました、そう認識してましたので、ですからやはり調査をしていくということは適正だったというふうに考えています。結局そのご対応がやっぱりその客観性乏しいという批判を生んで、今のこの問題が報じられているという流れにつながっているんじゃないかなと思うんですけど、やはりそういう点を考えても反省点等はないですか。内部調査についてはご指摘いただいた加門弁護士さんの特別弁護士についての指摘もありましたけど、これ内部調査であれば利害関係性というのは特段問題ないという高橋弁護士の見解もいただいております。それに基づいてやっぱり人事課が中心となってしっかり調査をしてきたというものですので、そこの対応にも私としては問題なかったというふうに考えます。ありがとうございました。最新聞の方です、はい。先ほど知事の発言の中で、4月4日の内部通報に関して、それをしたことによって、通報者が遡って保護をされることはないとおっしゃいましたけれども、これって何を根拠に、どういう理由でおっしゃっているのか教えてください。ここは弁護士からの見解もありましたけども、事実と異なる記載内容を記した当該文書を報道機関等に送付しています。そして、
後から広域通報の手続きを取ったとしても、それ以前に行われた文書の配布行為が遡って広域通報として保護されることになって、懲戒処分を逃れられることにはならないというふうに弁護士からの見解を受けてますので、まあ、それを述べさせていただいたということです。それはなんか法律に書いてあるとかではなくても、弁護士の意見をそのまま受け入れた。まあ、一方で懲戒処分をするとさせていただくということについては、この、3月25日の時点 でこの外部に配布された文書のやっぱりこう信ずるに足りる相当性がないということを確認した時点でですね、やはりこれは外部通報として保護される事案には当たらないという判断をしてまして、で従って懲戒処分についてはあくまでこの内部通報される前に行った、これは配布する行為についてではなくて、本件文書を作成配布したという行為含めた4つの非行為について、そこが確認できましたので、懲戒処分をさせていただいたということになります。先ほど3月20日の時点では、外部通報に当たるかどうか予防的な整理まではできなかった。結局いつそれをされたんですか。それがちょっとよく分かりにくかったんですか。そこは5月の7日の懲戒処分までに弁護士さんから今回の件については公益通報の方法となる要件は当たらないという見解を、いただいてたというふうに、幹部職員から報告を受けています。それはいつ頃なんですか。弁護士さんの見解をされるのは、いつだったか、ちょっと、ですね、こういつ、まあ、私自身は、いつだったか、まあ、4月の、人事課が内部調査で、まあ、4月ぐらいにかけて、弁護士さんとも相談したというのを伺ってますので、まあ、その中で、法律上保護される抗議通報にも当たらないと。いう弁護士さんの見解を得てたということを、私自身も5月のちょっと具体的にはあれですけど、5月の7日の、処分の前に聞いたというふうに認識しています。そういう報告がありました。ということは後付けというかですね、最初に知事がこの文書を把握した時点では広域通報の可能性があったのにもかかわらず、知事自らが指示を出されて、調査されたというようなことになるのかなとは思うんですけど、しかも内容自体が知事に関するものも入ってたわけじゃないですか。でそれで客観性も担保されてないと思うんですけど、やはりそこは違法性はないというふうにお考えですか。そうですね、3月の20日に私が把握した時点で、先ほども言いましたけど、文書そのものを見たときに具体的な供述とか裏付けというものが文書中に書かれたりとか、例えば誰からこれを聞いたとかですね、そういったものがない、かつ添付されている資料もないということでしたので、そこは真実に対する相当性の、一つの要素がないということは3月の20日の時点でそういう事実はやっぱり認識してました。だからなんかきちんと調べたわけではないわけですね。でそこ で一方でやはりこう文書については実名でいろんな方のやっぱり内容が、私自身もそうですけど、やっぱり事実と異なる根拠がないことを、根拠となる裏付けが示されてないものですので、あれはでしたので、だ そういった文書がやっぱり多方面に流布されている可能性があるんであれば、それはやはり大きな影響を及ぼすということで、やはりどなたが作ったのか含めて調査をするということは必要な対応だというふうに考えます。で結果的に3月の25日までに元西播磨県民局長が作られたということが分かって、で本人に聞いたところ、やはりこれはあくまで噂話を集めて作成したということを本人が供述されてましたので、そうするとこちらにあります、広域通報保護の外部通報の要件である単なる憶測や伝聞等ではなくということに当たらないので、ここで真実相当性を足りる相当の理由が2つの理由として具体的な供述や根拠が示されていないということ、それから本人もこれは書いてます、噂話を集めて作成したというこの2点を認めてましたので、そこで3月27日の人事異動につながっていたということになります。
テレビテレビの部分です。はい、告発文の中には、ハラスメント行為に関する項目もあったかと思います。それに対して、真実ではないとする理由が参加発火時点でどういうふうに判断したのか教えてください。私自身は数十メーターあるかとことによって注意をしたというのではなく、業務上必要な範囲で円滑な動線をきちっと確保するという意味での、叱責だったと、注意だったということで、そこが違うということ。それから注意や叱責された方含めて具体的にじゃあ誰がそこを言ってたのかという明確な証言供述がありましたかということを書かれてなかったですよね。例えば誰々県民局長さん、誰々部長さんがこう言ってたとか、そういった供述や何かがあったかどうかっていうと、そこは書かれてなかったはずですので、あくまでそこは先ほどから指摘ありますけども、主観的な判断をされたということですか。主観的な判断というか、ここに書いてます通り、裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述というものがあります。関係者による信用性の高い供述というのが、例えば誰が言ってたとか、そこをですね、やっぱ書いてたかというと書いてなかったと私は言いました。ただそれは多分後付けでも考えられることで、3月20日時点で法的な検討をされていなかったという先ほどのお話もありましたけれども、そこで考えられてなかった中で、ハラスメント行為についても、真実に至る理由ではないと判断されたということでよろしいでしょうか。はい、文書の中にはちょっと繰り返しになりますけど、裏付ける証拠とか、関係者による信用性の高い供述というものが信じるに足る相当な理由だということです。少なくとも当該文書には例えばある局長とかある部長からこの話を聞いたということは書いてなかったというふうに認識します。なので信ずるに至る相当の理由がない文書だということを私は認識していましたので、だから調査をきちっとしなさいということを指示したということです。一方で知事はその叱責の範囲で適切な指導の範囲でそういう場面があったことは覚えてらっしゃっていて、で文書としての体裁が整っていなかったから守る必要がなかったという判断になったという説明になるかと思います。体裁が整ってなかったからということではなくて、ここに書いてます通り、やはりこう文書、外部通報に該当するような文書というものは一つ一つの項目について繰り返しになりますけれども、憶測や伝聞ではなくて、やはり真実であるということをこう裏付ける証拠、それから関係者による信用性の高い供述というものが必要なんですね。それはご理解いただけると思いますけど、文書の中にそれが書いてたとは私は思えないので、そこはやはり客観的なそういった供述や裏付ける証拠がない以上、項目についても、信じるに至る相当の理由がない文書だというふうに私は認識しました。それともう一点、知事の行為ではないのかもしれませんが、法定メーカーの受け取りに関して、指摘されていた内容の一部が、後に真実というのが判明しているかと思います。その掲載に関しては確かにその客観的な証拠は示されていなかったと思うんですけども、そのコーヒーメーカーの受け取りに関して一部真実だと思って判明した段階で、もしかしたら文章の噂話がまとめられているかもしれないが真実かもしれないという考えには至らなかったでしょうか。コーヒーメーカーの件に関しては、これは6月の20日にも言いましたけども、後日無事にコーヒーメーカーをゲットしているという記述がありましたよね。それは私があたかも受領したかのような記載が、これは私が家に持ち帰って使ったというようなことも含めてだと思いますけども、私は令和5年の8月の戦国さん、企業みたいな当該企業の訪問の際にも断りまして、後にも首相課を通じて受領しないように指示してますし、私自身が受領は実際にしてないということですね。だそれをもし、真実だということを裏付ける証拠、それから関係者の信用性の高い供述が書かれてあれば、例えば、誰々さんが知事が家に持って帰ったのを見たとかですね、
そういったことが書かれているのであれば真実に対立相当性があると思いますけど、そこは書かれてなかったというふうに私は認識してますし、そうだというふうに考えてますから、コーヒーメーカーのところについても、革新的な部分の真実相当性がないと、足りるものが私ないというふうに考えてました。革新的な部分というのは知事ご自身が受け取っていなかったというところが革新的なというご理解ですか？あそこの文章の趣旨は、後日、知事が無事にコーヒーメーカーをゲットしているというところが文章の本質的なところですので、そこが明確な繰り返しになります。証拠、関係者の具体的な供述がない以上、ここは真実に足りる相当な内容ではないというふうに私は理解しています。ありがとうございます。NHK の部屋と申します。繰り返しになりますけども、法律通報制度の見解について、ちょっと改めて、国とも含めてお伺いしたくて、それこそ、先ほど来、質問の中で、その真実に足りる相当性があるかないかということで、知事のご認識としては、文書に記載されているものについては、その真実に足りる相当性はないというふうなご認識をまずされているというところで、まず言われています。はい。で、その中で、やはりただ、実際問題、その4月4日、李牧局長が、県の内部、県の広域通報制度を利用して、内部活動したというところで、知事のご自身の認識としては、真実相当性はないというふうには分かるんですけども、そこにやっぱり客観的なものっていうか、それプラスアルファで、その関係者による信憑性の高い供述というのは、文書の中には書いてないと思うんですけども、その広域をされたというところで、文書のみならず、文書のことに基づいて、その客観的に薬とかをですね、やったりとか、そういったことをする必要があったのではないかというふうに思うんですけども、この点についてはいかがですか？この時系列で説明させていただいたのは、あくまで5月7日に懲戒処分させしたというのは、この3月の12日に元局長さんがマスコミに文書を作って作成配布したこと、それからそれを含めた4つのキー行為についての処分になります。で、繰り返しになりますけども、マスコミ等に配布された時点では3月25日の本人の供述からも、やはりこの文書を信じずに足りるという相当の理由はないというふうに判断しています。ですので、広域通報で保護される要件は満たさないというふうに考えています。で、その上で5月7日の懲戒処分については、先ほども申し上げましたけど、通報したということに対する処分ではなくて、やはり繰り返しになりますけども、真実相当性に足りるものじゃない本件文書を作成配布したということ、それから人事データの不正利用、それから職務専念義務違反、そしてハラスメント行為、この4つの処分事由で懲戒処分をさせていただいたということですので、これは対応に問題なかったというふうに考えています。その関係者によるその信用性の高い供述というのは、あくまでもその元局長ご自身が言ってみたいに噂話とか県庁内での立ち話をもとに書いたというところの供述によって、その関係者による信憑性の高い供述はなかったというふうに判断されています。そうですね、ここは特別弁護士もおっしゃっていると思いますけども、5月7日の会見の時にも含めてですね、やはりここで書いている公益通報保護法の保護要件、信ずるに至る相当の理由というのは主に2つありまして、単なる憶測や伝聞ではないということ、それから真実であることを裏付ける証拠、それから関係者による信用性の高い供述、この2つが主な要件として求められています。3月の25日の時点で、3月の20日私見た時もですね、やっぱり後者の方の具体的な供述や証拠がないというふうに感じましたし、それから3月の25日も局長さん本人で、これは噂話を集めて作成したんだということを本人が認めてますので、ここは公益通報法の保護対象になる要件は満たしないというふうに考えています。あと一つ伺いたいんですが、それこそ今日いただいた資料の中に通報対象の事実として、あくまでも公益通報法というのはその法律に違反する犯罪行為というところが、ある種さっきになっていくのかなと思って、原則、パワハラであったりとか過料とか法令違反にならないものについては認定というのはなかなか難しいというようなことをおっしゃるような専門家の方もいらっしゃるんですけども、ただ一方で関係者による信憑性の高い供述という
と、まあ、当該文書の中、7つの項目の中に、まあ、違法行為とも取れる、まあ、選挙運動の話だったりとか、違法行為とも取れるような記載をされてあり、確かにご本人としては誰からどこでどういった形で聞いたという具体的なことは示されてないですけども、まあ、一部権利であったりとか、さまざまな方のアンケートの中でも、同じようなこと、まあ、違法行為をしているというようなことをされている、まあ、意見というのが、まあ、ちらほら出ていると思うんですけども、それについては、まあ、関係者による信頼性の高い教室がなかったということもあります、うん、あの公益通報保護法に定める法律に該当する犯罪行為というのは、あの本件の文書で法令違反として示されているのは、公職選挙法、それから地方公務員法、公費の違法支出といういわゆる、まあ、地方自治法違反ということになりますので、これらの法律については公益通報の対象にならないということを、これは5月7日の藤原弁護士からも指摘されているというふうに理解しています。実際これ確認なんですけども、あの先ほど朝日新聞さんの質問にあったみたいに、後から公益通知を取ってもそれ以前に行われた行為がここにされることはない、されることにはなくて懲戒処分を免れることはならないというところについて、あくまで藤原弁護士のご見解として。そうですね、あの法的な見解については、あの、まあ、後ほどまた確認をあのしていただければいいと思いますけども、まあ、あの遡って、から公益通報の手続きを取ったとしても、それ以前に行われた文書の配布行為が遡って公益通報として保護されることになって、懲戒処分を免れることにならないというふうに認識しているということです。これ藤原弁護士の方はそういった見解を示されているんです、はい、ただ、まあ、やっぱりその公益通報者方法を見ると、まあ、この33号に当たるところが、その、まあ、マスコミだったりとか、まあ、その他の事業者がいるというところの通報先、第3号に当たるのかなというふうに思ってまして、確かにマスコミであったりとか、まあ、労働組合等ですね、まあ、その時系列は別にして通報すること自体も公益通報に該当するというふうな見解を述べられる、まあ、有識者の方もいらっしゃるんですが、それについては知事としてはどういうふうに考えますか。まあ、それぞれさまざまな有識者のご指摘があると思いますけど、まあ、兵庫県としてはあくまでこの3月12日から3月25日までの間の調査等において、やはりあの公益通報方法における、いわゆる外部通報で信ずるに足る相当の理由ですね、あの本人も噂話を集めただけだということですから、単なる憶測や伝聞ではないということにも当たらないです、当たります、憶測や伝聞というものに該当するということにも可能性ありますし、それからあの裏付ける証拠、関係者による信用性の高い供述など、まあ、これについてはあの3月25日までの時点でも示されてませんでしたけど、まあ、その後の5月7日の6回の事情聴取を行った際にも、まあ、これは5月7日に人事当局が弁護士もおっしゃってますけど、あの本人から供述や証拠が出てこなかったというふうにおっしゃってますので、まあ、そこはやはり真実相当性に足りるものがないというふうに我々としては判断してますので、まあ、あの対応については適正だったというふうに考えています。毎日放送の木村と申します、はい、改めてなんですけど、まず最初の3月の時点の告発、匿名でされていると思うんですが、改めてこれがなぜ公益通報に該当しないという判断をしたか教えてください。まず3月20日に私が文書を把握したときに、まず文書をパッと見たときに、やはりあの内容が真実であるということを裏付ける相当の証拠、裏付ける証拠や関係者のより信用性の高い供述ですね、誰が斉藤知事がある会にいたときに選挙のこう依頼をしたとかですね、そういったことを誰が言ったか、どこで言ったかという供述が書かれてなかったということなんですね。私があるものを持って帰ったとかゲットしたという場合に、それじゃあ誰が見たんですか、誰がこう目撃してやったんですかという具体的な供述や証拠が書かれてない資料だというふうに私は3月の20日の時点で認識しています。それが1点と、2点目が3月25日の時点で、この局長さん本人が事情聴取をしたところ、作成配布を認めたと同時に、これは当該文書の内容は噂話を集めて作成したということをご本人が供述しています、まあ、この2点からやはり真ずるに至る相当の理由がないということで、公益通報保護制度の外部通報の保護となる要件には満たさないというふうに我々は判断しています。
今回それが報道機関などに配布したという手段ではなくて文書の内容で公益通報に当たらないというふうに判断されたということです。配布したということで、外部通報に当たるという見解があるかどうかはちょっとあれですけども、我々としてはやはり配布されたとしても外部通報の要件ですね、これは法律に書いてますから、まさに、信ずるに足る相当の理由があるということです。先ほど申し上げました通り、これは本人も噂話を集めて作成したというふうに認めてます。その後の調査でも6回事情聴取合計でしましたけど、先ほど申し上げた裏付ける証拠、それから関係者による信用性の高い供述というものは示されていないというふうに我々は認識しています。今回もともと匿名で文書が作成されていると思うんですけど、その中で誰がその発言したとか誰が言っていたというのはなかなか書きづらいところもあると思うんですけど、その辺は考慮されなかったですか？そうであったとしてもこの公益通報保護法制度の外部通報の要件としては信用性の高い供述、それから裏付ける証拠が必要とされてますので、それと噂話を集めたということから、この法律における公益通報保護制度の保護要件には当たらないというふうに考えています。今回告発の審議が内容の審議が確かになる前に告発者を特定していって、で不利益を被るようなことをしていると思うんですけれども、そのことも適切だとは言えるでしょうか？3月の20日に文書を私自身把握しました。繰り返しになりますが、内容について私以外の一般職員の実名ですね、それから特定の企業、団体名、自治体名、具体的な名称が書かれて、法律違反の行為をしたかのような記述がされていた文書です。これを私が入手した時点でおそらくマスコミ含めて配布されているということで、私自身が入手した時点でかなりこう配布しているされている可能性が高いというふうにも判断しました。したがってやはりこれは放置しておくと他方面に大きな著しい不利益を生じる可能性があるというふうに強く認識しましたので、これはやはり20日の時点で把握した時点で信ずるに至る相当の理由が、少なくとも証拠や供述が信用性高いものがないというふうに把握した以上ですね、これはやっぱりしっかり調査をしてしかるべき対応していくということは適正だったというふうに考えています。あと5月7日の懲戒処分の発表の時に懲戒処分ありきの調査というふうに政治家の方はおっしゃってたんですけれども、後からとはいえ公益通報した方に対して最初から懲戒処分ありきの調査をしたということは現在でもそれは適切と言えるでしょうか？まず懲戒処分ありきの調査をしたという認識はありません。あくまで、3月20日に文書を把握して、そこから内部で調査をしたとしました。そして、作成された本人が特定されまして、本人も、文書を作成して配布したということを認めたことです。それから、文書の内容については噂話を集めた、作成したということも認めています。でその後の、調査をしていくにあたって、この文書を作成配布したこと以外に、ここに書いてました通り人事データ専用端末の不正利用、個人情報の不正取得持ち出し、それから職務専念義務違反、勤務時間中に、私的な文書を作成されたということ、それから特定職員に人格否定の文書を送付したというハラスメント行為、この4つの非行為に該当することが認定されましたので、そこで先ほど申し上げました通り、公金委員会の審議を経て、そして私としても、これは懲戒処分に、当たるということを最終的に、人事課含めた当局からの報告を受けて、これは適正だということで、決裁をさせていただいたというのが流れですね。もともと調査を始めたときは懲戒処分ありきではなかったということなんですか？そういったことは基本的にはないです。やはりきちっと調査をして、非行為が認定されて、そして手続きを経て懲戒処分するというのが人事当局の行政の進め方ですから。わかりました、ありがとうございます。読売新聞の北川です。はい、お伺いしたいんですけども、そもそもですね、知事は先ほどから実名で、特定の企業とか団体で、
職員の名前を書かれたものに関して報道機関と県議会などに許したということをおっしゃられています。そこに今かなり遺憾を感じるとおっしゃられてましたが、知事ご自身も3月27日の段階で元局長の名前が明らかに報道機関で人事異動が出される中で被害届嘘発表事実無根というふうに公の場で会見でそういう発言をされていました。それについての反省をされるまでものすごく時間がかかっていたと思います。本日はどう思われているんでしょうか。5月3月7日の定例会見で、嘘発表を含めて文書を作って流す行為は公務員としては失格だという強い表現をしたことについては反省をしています。この表現をした理由としては先ほど申し上げました通り、当該文書については私について書かれた事実と異なる点があるということですね。それからやはり職務の実名、企業名などが実名でされてて、そういった裏付ける供述や証言も信じるに対する相当性があるものがないということですね。そこでそういった発言をさせていただくということですけども、やはり企業や職員の皆さんが名指しされた方もですね、日々懸命に業務をされたり地域の取り組みをされている中で、いった文書が作成配布されたことについては私自身としてもやっぱり大変残念な思いがあったというのが正直なところです。その思いは分かるんですけども、元局長からすれば反論する取材でも報道機関にも話していますが、その噂話というふうな話をされていますが、反論文でもしっかりと記載されている部分で、情報の精度には差があり、中には一部事実でないものがあるかもしれません。ただ事実でないものについては配布先から世間に出回ることがないだろうという判断から可能な限り記載することにしましたというふうに報道機関の反論で4月1日の時点でおっしゃっています。そういった中である種思いを持って書かれている部分はあると思うんですが、完全に誹謗中傷などのような嘘発表というふうに言われてですね、ネット上ではかなりその書いた後にすごく叩かれている、被害に遭っているというふうに言っていました。公の場で斉藤知事がそういった職員が特定されている中で勝手に決めつけてですね、そういう発言をするというのはある種大変重いことだと思うんですが、それについて今の話から聞いてても反省されているようには見えないんですが、どう思われているんですか。強い表現をさせていただいたことについては反省をさせていただいています。ただ今の局長さんの話でも、真意について差があるでしたっけ。一部事実にでしょ。一部事実でないものがあるかもしれません。ただ事実でないものについては配布先から世間に出回ることがないだろうという判断から可能な限り記載するようにしました。一部事実でないということを認めているということですよね。だから真実相当性がない文書をこう一部そういったものをご本人も認めているということです。それから知事ご自身はその当時はそういう認識をされていなかったじゃないですか。そもそも調査の段階で事実かどうかについて私元局長は話していなかったですよね。その段階で斉藤知事は決めつけていたということですよね。文書を把握した時点で繰り返しになりますけど、通報内容について通報というか文書の内容について、真実であることを裏付ける証拠、それから信用性の高い供述が書かれてなかったんですよね。だから真実相当性信ずるに足りない文書だというふうに私は認識しています。で、私自身としても、当事者として例えば物品を受け取ったんだけど受け取ったかのように書かれてました。そこにじゃあ誰がそれを見たんですか、誰がこう目撃したんですかっていう証拠がなかったですよね。それはやはり、真実相当性がない文書だということですから、そういう意味で私は3月27日の時に、そういった趣旨でやっぱり残念だということを含めて説明をさせていただいたということです。その話しててもキリがないのでそこについては聞きませんが、次のその話でいうと、公益通報制度のことについて、メディア等がですね、序盤から4月頃からこの話は知事に対して聞いていたと思うんですが、その段階でここまでしっかりという説明をされていなかったと思うんですが、何回もその説明する機会というのはあったと思うんですが、なぜここまで4ヶ月以上に経って問題があるまでこの大事な話はできなかったのかということについて、私としてはこれまで、5月7日の人事課の、それから藤原弁護士の会見を含めてその文書の
内容の真実相当性がないとか、あとは憶測に基づくものだということは一定説明されてます。それからそれ以外も含めて私としては一つ一つのプロセスは適正にやってきているというふうに、まあ、今日も説明させていただいてますけど、やはりさまざまなご指摘が前回前々回ある中で、やはりきちっと改めて私の方から今回の文書問題に関する経緯、そして3月25日の元局長の供述内容を含めてやっぱきちっとお伝えさせていただいた方がいいというふうに、まあ、判断しましたので、今が遅かったか早かったかっていうご指摘はいろいろあると思いますけど、私としては今このタイミングで説明させていただいたということは適切だったというふうに考えています。その当時では調査しっかりと整理する時間をかけていたというふうに、6月20日の時も同じような質問がなされた際もここまでの詳細な話は出ていなかったと思います。6月20日の時は文書の内容について私自身がここは当事者として事実かどうかということを含めた見解を述べさせていただいています。その後ですね、報道機関の皆さんからもこの文書問題に関する、まあ、経緯ですね、関する質問がこの間やっぱりありました。この前回前々回もですから私からきちっとその内容を整理して説明させていただくということでこの場を持たせていただきましたので、まあ、この対応は適切だというふうに考えています。じゃあもう一つお伺いしたいんですが、先ほど来から言われている公益通報ではないという部分で認定していると思うんですが、これは結局斉藤知事はいつ公益通報ではないと判断されたんですか。外部調査、外部通報も含めてです。まず3月20日の時点で、ここは公益通報の法律と明確に私は認識してたわけではないですけれども、公益通報の保護法の要件である信ずるに対する相当の理由の2つのうちの1つの主なですね、理由である明確な証拠、関係者による信用性の高い供述がない文書だというふうに私はまず認識しました。これは事実として認識してたということです。まあ、その後3月の25日に局長ご自身がこれは噂話を集めて作成したということを認めて、これは私も報告を受けましたので、まさに客観的な証拠や事実がないという文章だというふうに認識したということです。まあ、その後調査等が進める中で5月7日までにはやはりこれは公益通報保護法の法対象になるものではないということを改めて弁護士の方からも見解を得ました。5月の7日の懲戒処分の決定する前ですね。それが何日なんですか。公益通報でないと斉藤知事がしっかりと判断されたのに。まず人事当局が弁護士の方に公益通報に当たるかどうかも含めた相談をされてました。それが4月の中旬だというふうに伺っています。まあ、そこで、藤原弁護士から居酒屋などで聞いた噂話を信じた作成した文書は内容が真実だとする相当な理由にはならないというふうな見解をいただいています。でそれを私は、5月の2日でしたかね、この公益通報に該当しないということを幹部から聞いています。外部も含めてということ。そうですね、全体含めて公益通報に該当しないということだと。この時点で認定されていた公益通報保護法 の保護対象にはならないということを私は認識しました。その5月7日には発表なんですけども、内部通報して内部調査されている段階ではその認定しないまま内部調査されているということですよね。公益通報認定をして公益通報でないというふうなしっかりとした弁護士から話を聞いた、認定しないまま内部調査に入っているんじゃないですか。ただ5月の20日時点で、文書を見たときに明らかに、証拠、それは斉藤知事の主観ですよね。でそれは他の職員さんとかも、他の職員さんとかではなくて専門家の話は聞かれていないということですね。そこはまず、3月の25日の時点で本人から噂話を集めたというふうに聞いてますので、これは信ずるに至る相当の理由がないということは我々は確認できましたので、だから調査を引き続き進めましょうということになっています。今その信ずるに足りる相当の理由というふうな言葉を出されています。これまで一度もそういった話は出ていなかったではないですか。事実ではないことが多々含まれるということがまさにそういった表現の中に内包されています。だからその
専門家の人が公益通報に当たらないと認定している、いない段階で、知事含めて内部調査に踏み切っているっていうことですね。やはりこの文書自体が、先ほど来申し上げてますけれども、まず3月の20日の言いましたよね、見たときに具体的な供述、それから証拠がないということが明らか、私としても認識しました。それから3月25日に本人がこれは噂話を集めて作成したということを、認めましたので、そこからそれが第1回目の聴取ですから、そこから6回のそれも含めて6回の事情聴取をしていく中で、ご本人も噂話や集めたということとか、それから客観的な証拠や供述というものを裏付けるものを提出されてなかったんで、そこは弁護士とも相談しながら、そこでやっぱりこれは公益通報の保護には対象に要件は満たさないという見解を得てましたので、それはきちっと、担当人事部局も弁護士と相談しながら対応してたというふうに考えます。それを私は5月の2日に、そういった報告を受けましたので、それで、懲戒処分の対応をしたと。で、これは公益通報をしたということを処分したということではなくて、当該真実相当性のない文書を作成配布したということと含めた4つの非行為に該当するというふうに調査を経て認定され、それが公金委員会を経て、意見を経て、手続きを経たということです。対応としては適正だったというふうに考えています。ご推法だと思うので、ここまでにしておきますが、認定された時期自体が明確にその話されていなかったと、これまで会見で聞いていた際にもそういった話は一言も出ていなかったと思うんですね。で、そういった中でこれまで4ヶ月以上にわたってこういった問題がずっと続いているっていうことは、やっぱり一体大きな本当に責任があると思うので、そこについては対象人にしっかり考えていただきたいと思ってますし、その現状実態として、2人の職員さんが亡くなられているという、そこまでどんどんごてごてに回って、そういった事態を引き起こしてしまっているというふうなことは大きな責任だと思う、そのあたりをしっかり考えていただきたいと思います。神戸新聞の記事です。元県民局長さんへの調査で噂話を集めて作成したものという説明があったと、先ほどから、ご説明があるんですけど、それは本当に元局長の言葉そのものが噂話を集めたということしかおっしゃってないんでしょうか。ちょっと詳細な表現というものはちょっとこの場で、説明することをまずは差し控えと思いますけども、ご本人として噂話を集めたということをですね、をおっしゃってたと。先ほどちょっと居酒屋などで聞いた噂話をおっしゃってましたけど、それはいろいろだからどこどこで聞いた、誰々から聞いた噂話っていうのが、ここで言えないとしても事情ではあるわけですよ。噂話を集めて作成したということを、趣旨としておっしゃってたということですね。多分ちょっとここがその根拠として大事なところかなと思うんですけど、本当に噂で聞いただけっていうのが確かに信憑性じゃないなと思うんですけど、どうやってできるかとか、誰と話して聞いたって言ったら、ちょっと信憑性の意味合いがかなり変わってくるかなと思うんですけど、だから誰が言ったとか言ったなと思うんですけど、もうちょっと何か5、6回の投資で、その説明が変わらなかったですけど、もう少し分かりやすい、何かないでしょうか。なんかいろんな情報が入ってくるからそれを書き留めたみたいな感じとか、あとは自分一人で書いた、そしてそれは噂話を集めただけだということをおっしゃってたということです。そこにじゃあ具体的な職員さんの名前とかは一切出てこなかった。出てこなかったですね。出てこないというふうに認識してます、はい、でそれが文書の方にも一切書かれてはいませんので、やはりそこは具体的な供述が書かれてない文書だということですね。その3月27日に元局長さんがその退職を投入されて、という疑念事項が発令されたときに、同時に退職を投入された職員さんがいらっしゃると思うんです。で、それ、確か人事課の説明では、何か関連しているようなお話だったと思うんですけど、そのもう一人の職員さんの名前は、その噂を聞いた相手として出てきたとか、そういうことではないですか。そこは私は承知しています。分かりました。
であとすみません、文書に記載されている疑惑の大半は公益候補者保護法の通報対象となる法律違反行為ではないと先ほどおっしゃってたかと思うんですけれども、大半ということだったんですけど、中にはその、法律の通報対象となるなりうる、疑惑行為というのもあるのかなと思うんですけど、それは具体的に通報対象となりうる行為があるなら教えてください。そうですね、私の方から、物品事業とか、そういったハラスメント行為についての、の記載がありましたけども、そこは真実性の高い供述などもいずれもそこには書かれてなかったので、真実に至る相当の理由はないというふうに判断しています。今日の説明では法的に問題がないかという観点でご意見を説明していただいていると思うんですけれども、一方でその憲政運営に何か問題点があるんだとして、それが指摘されたんだとしたら、それを改善していくということももちろん大切だと思うんです。で、普通は法的に問題がないということを主張されてますけれども、結果的にその告発した方が亡くなってしまってということについて、なんかもうちょっとその憲政運営の改善について保護者の保護を考えた方が良かったのか、もう少し改善点をどう改善したらいいのか、考える方向で動いた方が良かったのではないか、どう反省されるのかございますか。今回の文書については先ほど申し上げました通り、内部通報されているのではなくて、最初にそのマスコミ含めて作成配布されたということです。そこに、先ほど申し上げた通り、信ずるに至る相当の理由がない、ままで作成されて配布されたということで、公益通報法の対象にはならないというふうに我々としては判断しています。一方で公益通報法というものは大事な制度ですから、これは相談窓口の外部委託も含めて、そこはしっかりこれからやっていくということは年内にはやりたいと思っています。いろいろ文書で指摘されている内容で、例えばこれまで知事もハラスメントではないという認識であるとおっしゃってましたけど、そのコミュニケーションの問題であるとか、文書を通じて改善すべき点がある検討で何か生かすところがあったりするのかなと思うんですけど、その辺は特にもう何か、そこはやはり風通しの良い職場作りですね。私自身もやはり、職員の皆さんとのコミュニケーションをしっかりやっていくということは、これから最大限努力、今もさせていただいてますけど、やっていきたいというふうに考えています。ちょっと若干繰り返し重複する部分になってくるかもしれないんですけれども、今回の文書に関してはそもそもが匿名通報だったということで、素朴な疑問として匿名通報にもかかわらず公益通報かどうかも判定しないの判定者しない中で本人も特定しているということ、そこはやっぱりちょっと疑問が拭いきれない部分なんですけど、お答えいただけますか。先ほど申し上げました通り、3月の20日に文書を把握した時点で、やはりこれは県庁内部の内容が多々書かれてました。ご覧になられれば分かると思いますけど、これは私本人のみならず副知事、そして一般職の幹部ですね、いわゆるさまざまな職会の方まで書かれて、これは実名で書かれてます。たかも違法行為というタイトルの下で書かれています。それから企業名、そして地方自治体名で、特産品に関することも書かれて、彼らは本当に日々、頑張って地域活動、それから企業としての努力をされている中で、ああいったことが書かれたということです。でこれはやはり20日に文書を把握した時点でも、匿名とはいえ、やはりこの真実で足りる相当な理由としての供述や根拠が書かれてませんでしたので、そこはやはり問題の多い文書だというふうに私は認識してました。でこれが放置しておくと、私が入手できたということはある程度やっぱルフしている可能性もありましたので、そこはやはり一定の対応をしないと、県庁のみならず大きな企業さんも含めて不利益が生じる可能性があるということでした。で内容を見たときに、やはり行政内部の方が書いた可能性が高いというのが、私もそう思いましたけど、副知事以下幹部との相談の中でも
まあ、これを変えた主張がやっぱりこの元局長である可能性が高いということですので、であればそこはやっぱりしっかり調査をしていくということが、やはり、この文章の影響を考えたときに、やはりネットであったりとか、いろんなところにこう掲載されたときに影響はあまりにも大きいと考えましたので、ここはしっかり調査をして対応していくということは、正しい判断だというふうに私は今も考えています。わかりました。あと1点、兵庫県の職員の待機通報制度に関する部分なんですけれども、保護法が対象を絞っている中で、県の制度としては対象を拡大している制度としてはいいのかなと思ったりするところではあるんですけれども、にもかかわらず今回は保護法の立て付けで問題なかったというご理解でよろしいですか。そうですね、広域通報制度は兵庫県は法律よりもご指摘の広い範囲でやってますので、今回はそこに通報するということではなくて、外部に巻かれたということです。でその外部に巻かれた行為も、外部通報に当たるという指摘はありますけども、我々としては先ほど来申し上げているとおり、たとえ匿名であってもやはり、真実に足りる相当の理由が、確認ない文章だと言われ、繰り返しになりますけども、本人も噂話を集めて作成したということ、それから証拠や裏付けの証拠や関係者による信用性の高い供述が書かれたり添付されてなかったということからして、これは保護対象にはならないというふうに判断しています。保護対象に当たらないと判断するにあたって、その匿名の文章に関してにもかかわらず、その特定をして、その特定した後の供述、そして、噂話を集めました本人が供述しているということが判断材料になるということなんですかね。その匿名通報に当たらない、匿名じゃない、公益通報に当たらないということを判断する。そうですね、5月7日に懲戒処分するまでの調査、そして事実をどういうふうに認定していくかということが大事だと思います。3月20日時点で真実相当性の要件がやはり書いている可能性が高いということ、それから3月25日に、それまでに雇用メールと雇用メールで、本人が作られた本人が、特定されましたので、ご本人に事情聴取したところ、これはもう噂話を集めて一人で書いたんだということでしたから、ここは外部通報の要件、真実相当性が足りないということですから、広域通報の保護制度にならないということが確認できましたので、確認が結果的にできたということですし、その後、弁護士等の見解も経て、5月7日の、懲戒処分に至ったということです。関係新聞と申しますが、ちょっと細かいことをお伺いしたいんですけども、3月20日に、情報提供いただき文書を改定したということなんですけど、知事はどなたからその報告を受けたんですか。そこはちょっと相手のあることなので、お答えは差し控えたいと思います。3月21日に具体的にどういう目的で協議をしようか。先ほどのちょっとご説明と少し重複しますけれども、書かれた文章の内容があまりにも広範囲にわたっているということです。そして、対象として名指しされた方が職員の方、これ一般職も含めてですね、部長級から課長級も含めて多くの職員を名指しされて、タイトルにある違法行為の中で名指しされていると、それから企業や自治体も含めて名指しされているところです。これは非常にこのまま放置しておくと、インターネットとか SNS とかで配布されたり、甚大な影響が起こる可能性があるというのを私は本当に強く認識しましたので、翌日の21日に片山副知事と幹部とやはりしっかり打ち合わせをさせていただいて、その中で対応を調査をしっかりするように指示をさせていただいて、そこで対応が続け進めるということになります。ここで知事としてはその当事者として真実相当性はないものであるというふうにその協議の話はされる。やはり私自身が当事者として書かれたことに事実として異なるっていうこともありましたし、やっぱり裏付けとなる資料とか供述っていうものも書かれてなくて、本当に結果的にですけど本人も認めてますけど、なんか噂を集めた資料のように私も感じてましたので、ここはやっぱり真実相当性がない、本当に文書であるというふうに私も認識しましたので、ここはやはり個人名や企業名が本当に多数含まれてますから、
影響が甚大だというふうに考えましたので、まあ、きちっと調査をしていくということは必要だったというふうに考えています。その幹部職員だったり片山一知事に対してもそのように、まあ、これは真実調査ではない、真実取り組みものではないということをおっしゃられて、そうですね、皆さん私もこんなことないよねという話でしたし、書かれてた当事者でもある片山一知事は、まあ、こんなはないですと、例えば最初の人事異動に伴って何かあったというのは、例えば日付も間違えてたという話とか、日付も間違えてるんですけど、そこはあれですけど、そういう、こう人事異動によって命に何か影響があるということとか、まあ、明らかに、根拠のないことを、まあ、書かれてるということは皆さんその場でも認識しているということです。知事としてはそれを前提にしっかりと調査するように指示をされている。そうですね、やはりこの文章をこのまま放置しておくと、やはり SNS 等で、まあ、配布されたり、あとは多方面に、流出する可能性があるので、まあ、これは大きな影響を及ぼす可能性があるということで、しっかり調査対応するということを指示しました。しっかりと調査するようにという部分で、この元県民局長が配布したということも含めて特定するように調査しようということを指示されました。まあ、その場で元県民局長の可能性が高いというふうに指摘がありましたので、であればそこも含めて、どなたがもし内容からして県の関係者が作った可能性が高い内容ですから、やはりこれはきちっと調査をして、確認するということは指示しています。今回その一般の職員の方の名前だったり会社名が入っていることで、ただいまその他方に著しい不利益を与えるということなんですけれども、そことその県民局長を特定してその調査を進める、まずそれ以前に文書の内容が事実かどうか調査をして、これは事実でないということをまずその、まあ、第三者機関でもそうですし、内部調査ではなくてちゃんと調査をすることが最優先じゃないんでしょうか。文書の作成した方がやはりこの人じゃないかということが3月の21日に名前が上がりました。やはりそれが上がってきた以上ですね、やはり一定の調査というものは必要だというふうなことで調査をさせていただいています。でやはりこの内容について甚大なやっぱり多方面の影響がある文書ですから、やっぱりそれは作った可能性のある本人をやはりこうどなたかということをきちっと把握をして、どういう事情でこう書かれた、どういう根拠かというのをやっぱきちっと確認するということは必要な調査としての対応だというふうに考えています。今回その県民局長さんへの調査と、その著しい不利益がなくなるようになるっていうそこの関連性がよくわからないんですけれども、県民局長を調査したからといってそのご心配されているその心配されているようなその方面への著しい不利益を与えることがなくなるか、そこのつながりがわからない。やはり作られた方がどうなったかということを、まあ、しっかり調査をする、そして、まあ、それと並行して、内部調査も進めましたから、まあ、これは放置しておくとやはり、企業の名前とか個人の名前書かれてますから、やはりきちっとやっぱり調査をしていくということが私は大事だと思いますね。まあ、それが3月27日の時に、まあ、人事異動に伴う会見の中で私自身はまあ説明をさせていただいたと。まあ、そこでやはりこの文章というものがやはり非常にこう内容も含めて問題があるという認識もありましたので、まあ、そこは会見の場で述べさせていただいたということが当時の対応としては適切だったというふうに考えています。そういった問題がある文章をやっぱりこう認識して、それをこうまあ、調査を進めているということを示させていただいたということです。まあ、今回その県民局長さん亡くなられましたけれども、陳述証言もされておりまして、今夜はかなりその
まあ、個人名を出た状態で公表されましたけれども、かなり詳しく、その、まあ、誰から聞いた、まあ、その人からの情報だっていうことも詳しく書かれておりまして、そのような情報は、その懲戒処分を決めるにあたって、内部調査での聞き取りで判明はしていたと思うんでしょうか。していません。あの6回の事情聴取を実施しましたけれども、少なくともそういった裏付けのとなる資料の提出はなく、噂話を集めて作成したということから変わりはなかったというふうに考えています。あの陳述書についても中身見させていただきましたけれども、やはりあの誰から聞いたか申し上げられませんとか、まあ、そういった内容もある文書だとは認識しています。協力を依頼された弁護士お一人だったと思うんですけれども、例えばその統一通報保護法に当たるかどうか、保護対象かどうかということを検討する上で、例えばその複数人の弁護士からその意見を伺うとか、そういった検討をされなかったんでしょうか。まあ、弁護士さんですから特別弁護士としてあのしっかりあの調査にあたって、相談させていただくということで十分あの法的な確認作業ができたというふうに考えています。その一方でそのマスコミへの配布が外部通報の統一通報に当たるという意見もその他の弁護士さんからも上がっていますけれども、そういったことも踏まえても改めてまた有識者の方に話を伺うとか、そういったことをされるんでしょうか。あの広域通報のあり方ですね、外部窓口をどのようにするかというのはきちっとこれからやっていきたいというふうに考えています。事案についてはもう公益通報の弁護士から弁護士に聞いたりということはありますか。何を聞くことになりますか。公益通報、今回の事案が公益通報に当たるかどうかというのを特別弁護士に確認をしてますので、あの十分確認はできたと考えています。はい、よろしくお願いします。時系列で教えてください。3月20日のその文書の入手方法、例えば LINE できたとかおっしゃれる範囲というものがあったかもしれません。ちょっとあの相手もあることなので、あのどのように入手したかどうかも把握したかども含めてあの、お答えできないです。当初はですね、知事も含めてこの文書は、まあ、いわゆる仮文書という文書の中で言われていたわけですけれども、この仮文書で確認した文書の中では、まあ、あの実名が書かれているもの、誰々さんはこうだったという仮文書というのはたくさんあると思うんですけれども、これが全部調査されるわけではありません。今回その実名が書かれているけれども調査、知事が調査を指示したのはなぜかというのを改めて教えてください。はい、あの繰り返しになりますけれども、私自身に関する記載も多くありましたけれども、やはり、個人名ですね、それから企業団体名も多数含まれているということで、あの県政、含めて県政以外にも大きな影響を及ぼす可能性があるので、放置しておくと他方面に著しい不利益を及ぼす内容であるというふうに認識しましたので、調査をしっかりするように指示したということです。これは、いわゆる結果責任、道義的責任ですけれども、まあ、今回その知事が文書を入手されて自ら調査を指示されて、一連の問題がこれほど大きくなって最終的に告発者が死亡するという事態を招きました。この一連の問題について私は知事には道義的責任はあると思っていますけれども、現在その知事は道義的責任あると思いですか、それともないと思いますか。あの元県民局長が亡くなられたということは、まあ、改めてお悔やみ申し上げたいというふうに思っています。まあ、一方であの今日も時系列にとって対応させていただきましたけど、あの私としてはこの文書の内容の、まあ、影響性のリスク、まあ、そういったことを考えると、これまで行ってきた対応というものはあのいろんな指摘があるということは承知してますけども、あの適切だったというふうに考えています。論理的指摘にはない、これまでの対応は適切だったというふうに考えています。次
にですね、あの幹部の皆さんと対応協議のところなんですけれども、今知事が言われてその、まあ、企業名とかは分かるんですけれども、その実名で出てる人というのはほとんどが斉藤知事の名前と、それからここで対応協議されている北山東部の知事、それから幹部職員の皆さんのお名前だったと思います。この皆さんのお名前が書かれているその実名っていうことによるその不利益っていうのをもう少し具体的に教えていただいてもいいでしょうか。あの一つ一つにあのお答えするっていうことはあのよりも、やはりあの受け取ってないものを受け取ったとかですね、まあ、あとはあの交付税に、特別交付税についてあの根拠もなく減らしたか増やしたか分からないですけど、 あれですけどそういったことを書いたとか、やっぱり職員の業務に関しての、何か違法的なこととか適切ではないということを書かれて おりましたので、そこはやはり実名で書かれていました。そして、職員以外の企業の方も実名で書かれています。まあ、そこはやはり、文書の内容を見てもここはあの先ほど申し上げますけど、証拠とか信用性の高い供述がない文書でしたので、これはやはり問題のある文書だというふうに考えましたし、やっぱり一人一人あの名指しされた職員の方というのはあの大変やはり心が傷つきますから、そこはやはりきちっと放置するのではなく調査をするということが私は大事だというふうに考えました。書かれた職員さんが心を傷つくっていうのは分かるんですけれども、うん、あの書かれているその斉藤知事、それから片山東部知事、それからその幹部職員の皆さんの名前があって、その書かれた皆さんがあのどういうふうに調査をするのかっていうのを協議をして、その上で知事が最終的に指示を決定するっていうのはちょっと私は違和感を感じます。あの、まあ、通常のその人事の調査であればあのそうですいいと思うんですけども、この時にその幹部職員とか皆さんとの協議の中で、やっぱりあのこれは私たちに関する、自分たちに関するものだから、一回こうこれは調査立ち止まった方がいいんじゃないかとかですね、自分たちのことだからこそ客観的に調査すべきだっていうことで、第三者とか自分たちとは関係ない分のラインですね、今みたいに例えば財政官に任せるとかですね、そういうふうな話っていうのは出なかったんでしょうか。うん、あのまずこの文章についてはあの先ほど申し上げました通り、あの真実相当性に足りる内容が欠けて、あの認められないという文章という前提があります。その上であの調査についてはやはりあの人事当局を中心に懲戒処分に該当する可能性がありますから、そこはあの人事当局中心に、調査をしていくということは適切だというふうに考えています。斉藤知事は分かっておっしゃってると思うんですけど、この21日の時点の真実相当性がないというのは、まあ、4つ理由をおっしゃってましたけど、私自身が事実と異なると判断したのと、実名の表明などが出ているのと、真実である証拠が示されていない、今度は噂話を集めたと言っているという、まあ、4つありますけど、3番と4番についてはまだこの時点では分かっていないわけで、普通に私自身が事実と異なると判断すると、まあ、実名企業名が出ている、まあ、何らかの悪影響があるっていうところをもって、その真実相当性はないという調査を始めているっていうことなので、根拠としてはそのやはり各社さんに聞かれてますけど、薄いと思うんですけど、そこについてはどう思われますか。あの3月20日の時点で、文書を把握したときに、私自身が自分が例えば物品をもらってないのにもらったと書かれていると、これはあの私が当事者として事実と異なる点があるということです。それからあの実名や企業名が書かれているということと、その方々が含めて実際にどのような場面でどのようにこうやったかという、誰が言ったかという裏付ける資料や供述も示されなかったということです。それからあの3点目なんですけども、これはあの私がこのことを申し上げたのは3月の27日になります。元県民局長の事情聴取をしたのは最初が25日ですから、そこで
ご本人が文書の作成や配布というものを認められたということと、記載内容について噂話を集めて作成したというふうに認めましたということを踏まえて、3月27日に会見で、まあ、発言としてさせていただいたということです。要は一番最初は私自身が、もらってないのにもらったって書いてあるとか、まあ、要は私自身が事実でないことを書いてるっていうふうにもらったっていうところが単純ですよね、一番最初。でそこもあります。そこと、あと企業名、とか実名で書かれていて影響があるって、まあ、この2点ですね。だからその25日に局長さんがお認めになるまではここをも今言った2点を持って調査しないといけないっていうふうに判断されて、本人のための確認ですけど、そういうことですね。そうですね、やはり大変影響が強いということです。23日の日、事情聴取について実施了承ってあるんですけど、この時点でこういうパソコンを押さえるということについても了承されているということですか？そこは私は片山副知事等にお任せしていました。で、ではですね、通報者保護法でその犯人探しはダメよ、告発探しはダメよって言われている中で、ここにはその本人が噂話を集めて作成したと供述っていうのがあるんですけど、これパソコンを抑えられた後に局長が言ってるんで、じゃあパソコンを抑えられたらですね、それは認めざるを得ないんですよ。パソコンなんか見られたら、それ書いたの僕だって認めざるを得ないじゃないですか、そこに物が入ってたの。だから、その噂話を集めたっていうふうなのは、まあ、言ったらパソコンを抑えたことによってご本人の認めになってるので、まあ、やっぱり告発探しをするにあたって知事がそのいやこれはもらってない、もらったどうだとかっていう判断と、実名が書いてある書いてない、さっきも言いましたけど配文書に実名が書いてあるのがたくさんあるので、検証の中にたくさんあるので、やっぱりここの2つを根拠としてですね、やっぱりパソコンを押さえに行ってっていうのは、まあ、振り返ってみるとどうだったのかなっていうふうに私は思うんですけど、知事はこの2つの根拠を持ってパソコンを押さえに行ったっていうこの聴取の仕方です。これについてはもう問題ないっていうのは今も変わらないですか？そうですね、ご指摘とか思いは記者さんの個人的な見解としてだと思いますけども、私としてはやっぱり文書の内容の影響、実名と内容のことを考えて、まあ、これはきちっと放置しておくわけにいかないというふうに判断しましたので調査をしました。公用メールの確認及びパソコンの引き上げ自体も問題なく対応させていただいたということです。それから3月27日その嘘800というふうにおっしゃった会見の時ですけれども、この時はですね、まだ確かに公用パソコンを抑えられています。事情聴取も始まっていますけれども、まだその6回の事情聴取のうちですね、まだ最初の頃ですから、まあ、1回か2回か分かりませんけれども、本格的な聴取が始まる前でした。で、当時からもずっと言われてます。改めてやっぱりそうだったなと。要するにその本格的な聴取、まだそのパソコンの中身の精査も終わってない段階で、やっぱりその嘘発表を含めておっしゃったのは、やっぱりその強い強い表現というふうにおっしゃってますけど、強い表現ではなくて、やっぱりその十分な調査をしないままやっぱり発言されているっていうのは、私は問題がやっぱりあったんじゃないかと、この過程を見て改めて思ったんですけど、そこについて知事は改めてどのように思われますか？嘘800を含めて文書を流す行為について強い表現をしました。まあ、ここは反省をしたいと思いますけども、やはり強い表現をした理由としては、繰り返しになりますけど、やはり事実と異なる、私自身もそうですけど、内容が多々あるということ、それから職員の実名、団体の実名が書かれて、事実と異なる記載とともに、それを裏付けるような資料や供述も示されなかったことですね。まあ、それから本人も噂話を集めて作成したということで、やはりこの資料文章の多分野にわたって多くの方々に影響を与える可能性のある文書ですから、それをやはり噂話で、具体的な供述や証拠もやっぱりこう真実に至る相当の理由なく、作られているということに対して、私は本当に大変残念な
思いがありましたので、ああいった表現になりました。これ斉藤知事も分かっておっしゃっていると思うんですけど、3月25日から27日まで2日間しかないわけです。で、本人がその噂話を集めたというふうに供述しています。今後供述が変わる可能性もあるし、もしかして、まあ、裏付けとなるものを今はありませんって言って後から出る可能性だって十分あるわけじゃないですか。だって2日しか経ってないんですから。やっぱりそれをそのたった2日でやっぱりこういうものがないっていうふうに知事が即断されてるっていうのはどうしてかなって思うんですけど、ちなみにこれ人事課さんが多分調査してると思うんですけど、この3月27日の時点で、噂話を集めたっていう以上の供述が出てこないんであるとか、真実相当性を示すような証拠が今後出てこないっていう確信的なものがあるっていうことを人事課から報告を受けていたんでしょうか。今後出てくるかどうかも含めて、きちっとその後、調査を6回するということだと思います。少なくともやはり3月25日の時点ではご本人が噂話を集めて作成したということを供述してますから、その供述というものは事実としてあるので、やはりここはやはり本件の文書の内容を鑑みたときに、その噂話で書くということは信じるに至る相当の理由がやっぱないという文書ですから、そこはしっかり対応しなきゃいけないということはあると思います。今後の展開を見ると6回事情聴取やってるんで、要するにはこの後に4回か5回事情聴取やって、つまり人事課の調査は継続しているわけですよね。で、人事課からはおそらく知事にはそうなるとですね、これ調査中の案件だという形で報告が上がってないたんじゃないかと推察されますが、そのような報告は上がってなかったんでしょうか。人事課の方には県民局長に対する調査をしっかりやるのだというふうに指示しています。で、3月27日の時点で人事異動をさせていただきましたので、そこで一旦1回目の事情聴取に基づいて、本人が本件文書を作成配布したということを認めたということ、それからそれ以外の3つの非行為含めて4つの非行為がと考えられる事案が出てきそうだということで、人事異動を対応させていただいたということですので、そこは一定のこの人事異動という対応する中で、私はその人事課からまずはこういった状況ですということを聞いて、対応を了承していくということをしました。なんか現時点の報告を受けたわけですから、その調査中であるというふうに受けていたというふうに私は理解しましたけども、もう確かに噂話だと本人が供述しているから、それはそうなのかもしれませんけど、それをもってやっぱり嘘800というふうに断言したのは強い表現とかいうレベルではなくて、やっぱり即断であったというふうに思いますけど、知事はもう一度聞きますけど、改めて表現を撤回されたりとか即断であったというふうなお考えというのは今もないというふうによろしいですか。嘘800を含めて、文書を作る行為というものに関する表現は強い表現だったということは表現していますけれども、やはり文書の内容、それから噂話を集めたということ、そして、具体的な供述や証拠がないという文書を作ったということは、やはり問題がある行為だというふうに思っています。それ以外にも含めて4つの非行為が該当する可能性がありましたから、そこは対応としては適切だったというふうに考えています。すみません、あと2つ。事実相当性を示すその客観的な証拠が、当時3月27日時点ではなかったということですけど、その後も今のやり取りだと5月7日までなかったということですけれども、仮定の話で恐縮ですけど、もしそこでその真実相当性を、本人が真実と、思ったであろう証言とかですね、誰々さんから聞いたっていうようなことが分かるような話が出てきていたら、広域通報の保護対象になるというふうな判断をされた可能性というのはあったんでしょうか。仮定の話にお答えできないと思います。事実としてこの6回の聴取の中で、そういった噂話じゃないこととか、あとは供述や信用性の高い証拠は出てこなかったので、それが事実です。誰々さんがこういうことを話してたっていうような話は知事は一度も聞かれてないってことですか。私は調査は任せてましたけども、5月7日の懲戒処分の時点で、
具体的な供述、それから証拠が出てきたということは報告を受けていません。わかりました。最後に、懲戒処分について改めてお聞きします。最後、私が決めたというふうにおっしゃっておられました。今回の一連の問題はですね、先ほどから各社質問出ているとおり、その調査の客観性がちゃんとあるのかどうかっていう話からですね、どんどん話が膨らんで、まあ、百条委員会が立ち上がって、まあ、その最中に、まあ、ここ保護者の方が、まあ、死亡するというような状況になりました。なのでその4月4日にですね、広域通報が、説明はされてましたけど、広域通報があって、まあ、その後その客観性の議論がどんどん出てきてですね、で5月7日にその、まあ、公金委員会からその、まあ、懲戒処分妥当という話が出たとしても、最後処分するかどうかは決裁者である知事が権者ですから、決裁権者ですから、それをですね、広域通報の結果が出るまで処分を待つっていうこともできたのは知事だけなんです。だけど5月7日に懲戒処分を打たれた理由について、なぜ広域通報の結果を待てなかったのかということについて改めて教えてもらいます。今回については本件の文書ですね、7つの項目が掲げられた文書の作成ルールを含めまして、4つの懲戒事由が認定されたということです。広域通報の保護法による外部通報にも該当しないと、保護法の保護対象としての要件が該当しないということが判断できましたので、まあ、そのことをもって、5月7日に、処分をさせていただきました。まあ、これは4月30日に人事課から7項目すべてにおいて、確信的部分が事実ないと認定、それから配布行為、作成配布行為以外の4つの非行為が懲戒事由に該当すると、行為が懲戒事由に該当するということ、そして量刑について、量刑について停職3ヶ月が相当だという報告を受けて、まあ、それを県の内部のである公金委員会に開催しまして、まあ、処分が妥当だという意見を受けて、まあ、それを踏まえて私自身も処分案は妥当だと判断して、5月2日に決裁をさせていただいたという流れです。処分の妥当性について私は聞いていません。処分をすることを待つことができたのは知事だけなんですけれども、この時公益通報の話が出てたりとか、もっと客観性のある調査をすべきだっていう話が議会からも報道関係者の質問からも出ていた時期でした。でその中で何で処分を待たなかったんですかっていうのを教えてほしいです。やはり文書の作成以外も含めた4つの非行為が明らかになった以上ですね、そこはこれまでもそうですけど、やっぱり懲戒処分に該当する事由が明らかになった以上、適正に、タイミングも含めて懲戒処分を対応させていただくということです。通常であればそれだと思うんですけど、速やかに処分するということであるけれども、なんかもう一度言いますけれども、当時もう本人が公益通報されていました、調査の客観性に疑問があるというふうな話が出ていました。その中で通常の手続きと同じように速やかに処分したのはなぜですかという、やはり懲戒処分で4つの非行為の事実、が該当するということになりましたので、まあ、これは広域通報の保護法による保護対象となる要件は満たさないということを踏まえると、処分を適切なタイミングで実施させていただいたというふうに考えています。改めてですけども、結局その知事がその懲戒処分を、まあ、打たれたことで、改めて議会の方からやっぱり調査の客観性がないんじゃないかということで百条委員が立ち上がり、まあ、その前にも第三者委員会も立ち上がりました。その過程の中で告発者が死亡するという事態が起きました。再度お聞きしますけれども、やっぱり懲戒処分をですね、早急に打ったことで一連の問題が大きくなってですね、最終的には告発者の死亡に至るという一連の問題にはやっぱり知事の道義的責任は僕はあると思うんですけれども、それでも知事はないとお考えですか。改めて教えてください。
元県民局長が亡くなられたということは大変、残念なお悔やみを申し上げたという思いです。一方でやはり今回の文書作成を含めた調査、そして4つの懲戒自由が認定されたことに伴う、懲戒処分については私は適正な対応だったというふうに認識しています。